神奈川新聞からカナロコニュースをお伝えしますマグロに多く含まれる抗酸化物質が生活習慣病対策やアンチエイジングなどに有効かどうかを検証する国内初の共同研究が行われることになりました神奈川県と水産研究・教育機構聖マリアンナ医科大学が参加します 県が進める未病改善の効果が明らかになれば、マグロや加工品の消費拡大、マグロを使った新商品の開発につなげたい考えです。藤沢市内で、東日本大震災の被災地の物産を販売し、現地の中小事業者を支援してきた東北復興応援プラザが、震災発生から10年の節目を捉え、9月いっぱいで閉店することになりました。 被災地から藤沢へ転居したスタッフがこれまで東北の魅力を発信してきました藤沢市民への感謝を込め14日から感謝セールを行うことにしています小田急グループは箱根町のホテル初花を大規模改修し来年秋にリニューアルオープンする予定です客室数を減らし全室に露天風呂を完備するということです 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、3密を避けたいなど、宿泊客のニーズが変化していることから、大人がゆっくり過ごせる施設へとリニューアルすることになりました。